幕が開いてワクワクする。仕事から急いで帰ってきてありがとう。ただいまじゃないおかえり、お仕事お疲れ様です。今日どこかで配信の予定変わった？変わってないよ。まあこんばんは。今日は配信の予定は一度も変えてないですけど、1分だけ配信終了を早めたりはしました。なんか1分オーバーしたりしちゃってたから調節という意味で。でも変えてないです基本は。これは2段ベッドじゃなくて使ってないロフトベッドです。荷物を基本的に置いてます。まだメイク、フルメイクじゃないです。もういつまでメイクしないのって感じです。口と眉毛はしました。ありがとう。ハートのギフトとか、クロミちゃんとか、ホムさんとか、プリンさんね、ありがとうね。いろいろギフトありがとう。こんばんは、こんばんは。こんばんは。パック配信、まだパック配信懐かしいでさ、真っ白の顔でパックだ、真っ白の顔でさやったよね。めっちゃ懐かしい。でメイク配信っていうね。あ、マットインドネシアから応援してるよさん、マットさん、クロミタワーありがとう。クロミ、インドネシアでありがとうは、テレマカシ、テレマカシ合ってるかな。毎日パック配信してくれていいんだよ。テレマカシ、テレマカシ声枯れてないよ、これいつもの声いつも変えてる、枯れてるってか。最後まで頑張れ、ありがとう。合ってるよ、ありがとう、よかった。テレマカシ。その前にもクロミタワーあるよ。あ、マジ？ちょっと待って、どこ。あ、一郎氏、クロミタワーありがとう。一郎氏ありがとうね。日本語でありがとうはありがとうはって言ってる時点でもう分かってんのよ。美咲ちゃんのオンライン握手行ってみたいですね。待ってます。オンラインはね、どこでもやれるところがポイントです。あ、ポチャッコありがとう。ひんよさん、メダコのしっぽさんも、クロミありがとうでは仕事で来れなかった分頑張って挽回するね。ありがとうね、お仕事お疲れ様。本当に仕事大変だ。日本語そうだよ、ボケたんだよ今のは。ありがとうっていうの分かんない、ボケないよね。
後でカラオケ放送してもいいと思います。カラオケ声かわいい、嬉しい。お出かけ見てたぜ。なのでパージャドラで美咲ちゃん見て成長度合いにびっくりした。おお、じゃあめちゃくちゃ久々に見たんだろうね、きっとね。アンニョン美咲、アンニョン、アニョンセヨー。今日がちょうど仕事休みの日でよかった、よかった。今日最終日だから。パジャドラのミルンちゃんが可愛すぎてびっくり。え、本当嬉しい。パジャドラって初期のイメージめっちゃあるからさ、確かにびっくりしそうか。今の姿でのパジャドラを見たらさ、21歳になったのみたいな。で、当時13歳とか12歳とか、12歳か12歳とかだったから。50カウントありがとう。ハートとかもありがとうね。チュアランさんありがとう。コウさんもシナモンありがとう。なんか全部言った方がいいのかな、ギフトって。なんかこう名前呼びがさ、基準が分かんなくてさ。唐揚げくん食べながら見てる。おお、唐揚げくんいいね。家にいる犬が2匹とも私の上に乗りながら美咲ちゃん愛し見てる。ワンちゃんやっほーワンワンワン。仕事場で今日は美咲ちゃん最終日だからってずっと話してたら呆れられて。今日最終日、みんなで頑張りましょう。あと2枠、これ合わせて KFOC で見るんじゃない、久保見て見るんパートありまして。そう、なんかさ、水と夜もあったんだけど尺的にそれしかできなくて、あとはね、見るんの役を見て見るんもあったね。あれは下の散歩しかな。で、水と夜多分三尾散歩し、比較的にね、水筒用くらいの量しかできなくて、言葉の量が。12歳でやったのを20歳になってもやってるってすごい。確かに。いやー、でもパシャドラはマジで思い出が深い。会社帰りにローソンでカヌレ買ってきた。バリ美味しいよね。ハマってしまう、あれは。みやおいさん、ポンポンもありがとう。ブルケーノさんもシナもありがとう。少なくともタワー最低限読んでほしいやつ。了解。でもみんなさ、タワー何言ってくれるから、教えてくれるからさ、本当にありがとうね。レインボースターありがとう。マナフィーさん、ブルキーノさん、クロミありがとう。あ、レインボースタータワーか、これは。レインボースターマナフィーさんありがとう。こんばんはよ、カムサムニだ。コウハメガさん、キキララタワータワーでいいのかな、これって。キキララタワータワー、コウハメガさんありがとう。キキララはどんなポーズだ。ありがとうね、ウィンクちょうだい。メガさん、タワーありがとうございますありがとうございます。みんなにも感謝をされて。こんばんは、こんばんは、タワーありがとうね、ありがとうございます。ジョンさん、レインボースターありがとう。キッスしてる。いろんなギフトありがとう。ハッピーさんありがとう。スター
あ、1位になった。わーい。1位だ。で、次の枠で最後だからね。涙よりの少女が大好きです。まるで、うんうんうん、あ、一回やったな、多分。博多座かな。かなんかで変わっ、やった気がするな。確か。気になったね。やった。順位アップって出るやつがさ、すごくさ、ワクワクしてる。好き。1位。カジャーカジャーユウさん、ハートたくさんありがとう。レインボースタータワーたくさんね、ありがとうね。最終枠順位の変動激しそう。いや、絶対激しいですよ。だって1位だってもう5位になることがあるわけじゃないですか。でもまた5位から1位になることもあるから、もう本当に分かんない。1位にさ、途中1回なったけど、昨日5位だったじゃん。でもまた今日1位になって、本当にわからない最後まで。この枠何時までだっけ。15分までか。よし、順位読ませていただきます。あんまり話せなかったな。13位みのるさん、12位ひりゅうさん、11位ゆうさん、10位たこみんさん、9位みさきひろのアトマークジョンさん、8位ヒデさん、7位メンダコのしっぽさん、6位ボルケーノさん、5位ヒンヨさん、4位イチロー氏、3位マットさん、2位マナフィーさん、そして1位コウハメガさん、ありがとう。カムサミニだ。テレマカシありがとうね。また押し集める、ありがとうありがとうね、お疲れ様。よしちょっと早めに終わったがいいのかな。5秒前くらいに終わっとこうかな。その方が安心だよね。またね、ありがとうね。どうだろう、時間大丈夫そうかな。終了5秒前くらいに終わっときます。あの、15分になるちょっと前に終わっとこうかな。ちょっと早めに、10秒前くらいがいいかな、怖いから。バイバイ。